皆さんこんにちは、トレーナーの鈴木孝之です。本動画では14日間基礎プログラムの10日目から12日目のストレッチをお伝えいたします。それでは始めていきましょう。まずは太ももの前側を緩めていきます。座っている姿勢が続くと太ももの前側の筋肉が働いて反り腰の原因になります。太ももの前の伸び感を意識していきましょう。まずは横向きになって寝ます。上の足を前方、下の足を右手でつかみ、上半身を天井に向けます。まず吐きます。1、2、3、4、5、止めます。1、2、3、4、5、吸います。1、2、3、4、5、吐きます。1、2、3、4、5、止めます。1、2、3、4、5、吸います。1、2、3、4、5、このリズムで続けます。上側の膝が床から離れないように手で押さえておきます。太ももの前の伸び感が弱い場合は足首のあたりを持ち、かかとをお尻に近づけていくとさらに伸びます。気持ちの良い範囲で続けましょう。それでは反対へ行きます。左足を前方に置き、右手で押さえ、右足を左手で持ちます。まず吐きます。1、2、3、4、5、止めます。1、2、3、4、5、吸います。1、2、3、4、5、吐きます。1、2、3、4、5、止めます。1、2、3、4、5、吸います。1、2、3、4、5、このリズムで続けます。上半身をひねって腰に違和感や痛みがある場合は上半身をひねらずにキープするだけでも効果があります。息を吸った時に胸が広がる感覚があるとさらに効果的です。次は壁にもたれて背中を丸めるストレッチです。これまで四つ這いや座って丸めてきましたが、立って丸めることで直接的に良い姿勢を作ります。壁から一足分前に足をつきます。膝を軽く曲げ、骨盤を後傾、両手を前に伸ばし背中を丸めます。顔は正面に向けておきましょう。まず吐きます。1、2、3、4、5、止めます。1、2、3、4、5、吸います。1、2、3、4、5、吐きます。1、2、3、4、5、止めます。1、2、3、4、5、吸います。1、2、3、4、5、このリズムで続けます。背中の上半分だけが壁から離れることがポイントです。腰はしっかりと壁につけておきましょう。吐くタイミングで手を前に少し伸ばせるとさらに効果的です。吸った時に背中の広がりを感じます。上体を起こしてお尻を上げるストレッチです。上半身を支えながら骨盤の歪みを改善していきます。内巻き型の改善にも効果的ですので肩こりの軽減につながります。二の腕と太ももの後ろを感じていきましょう。手を後ろにつきます。お尻を持ち上げ、骨盤を後傾、背中を丸めておきます。まず吐きます。1、2、3、4、5、止めます。1、2、3、4、5、吸います。1、2、3、4、
5、吐きます。1、2、3、4、5、止めます。1、2、3、4、5、吸います。1、2、3、4、5、このリズムで続けます。肩がすくんでこないように手で地面をしっかりと押しておきます。腰が反っていないか今一度意識してみてください。骨盤をしっかりと後傾し、かかとで地面を強く踏むと太ももの後ろを感じられます。